今ですね、アマゾンプライムデー先行セールやってるんですよ。辻小井のです。アマゾンプライムデーって、まあ、いつも毎年1回ですね、うちでも動画を上げるんですけれども、1年のうちで最もお得にアマゾンが使えるタイミング、そのですね、先行セールっていう謎のセールやってます。でよくよく調べてみると、まあ、ほぼプライムデーセールなんですよ。で、まあ、先行セールだからって、まあ、プライムデーに行ってなんか突然割引率がブーストされるとかっていう、まあ、そういうことが一応ない。 らしくて、ポイントアップのキャンペーン対象になってます。なので、今欲しいものがあれば、買っても OK な期間みたいなんですね。だから11日にスタートして、17日までの間。ここがもう事実上のプライムで。ちなみに本選は16日と17日の2日間です。 ここで、まあ、メーカーが増えたりとか、出品するものが増えたりとかする可能性があるので、まあ、今ですね、無理して買う必要はないと思うんですよ。ただ、前から欲しいなと思っていたものが、この時点で安くなったりとか、まあ、そういうものがあるのであれば、全然買って OK だし、お得に手に入るチャンスになってます。なので、私の中で、ちょっといいなって思ったものを、ここで共有しておきたいと思います。ぜひ参考にしてください。じゃあですね、今日は、アマゾンプライムデーに先乗りして、コーヒーの企業をお得にゲットしちゃいましょう。 始めていきますきん はい。えー、それでは、Amazon の画面に行ってみましょう。で、今日はですね、えー、プライムデー先行セールってなっていて、プライムデーセールのこのページに行きますと、エントリー画面があります。私はもうエントリーしてあるんで、まあ、エントリー済みってなってるんですけれども、ここエントリーしないと、ポイントアップキャンペーンに参加できませんので、必ずここでエントリーしてください。で、エントリーして、お買い物を楽しむと。 というような流れでございます。で、今日ですね、私の方で5つ、もうプライムで先行セールをやっているメーカーをピックアップしました。で、その中で、安そうなもの、さらにピックアップしていますので,で、紹介していきたいと思います。で、メーカーがですね、イージープレスト、で、タイムア、カリタ、MHW3 ボンバーと、キングラインダーが先行セールかかってましたので、まあ他にもあったんですけれども、まあ主にこの5つのメーカーが、 一生懸命入れてるかなっていうのを見て取れたんで、ここを抜粋してみました。じゃ、まずですね、イージープレ e s から行ってみたいと思います。言わず知れたイージープレ e s ですね。この K-Ultra っていうシリーズ、これがですね、3858円の15%オフになっています。で、過去調べると、まあ、めちゃくちゃ安いかって言われたら、まあ、過去も同じぐらいの安さ、 の時はあったんですけれども、このフラグシップモデルで3万円手に入るって考えれば、まあまあ安く買えるのかなと思います。今やっぱりこう、円安じゃないですか。なので、外資系とか、まあ、海外からこう、輸入で入ってくるものに関しては、さすがにプライムデーとはいえど、まあ、最安にはならないかなっていう印象ですね、全体的に。で、その中でも、ね、ネイジプレスタさん、K ウルトラ、J ウルトラ、Q2S、X プロ、J、 っていうモデルが、プライムで先行セールかかってるんですけれども、まあ J、J ウルトラとか、私も,もう使ったことないので15%オフ、結構気になってるんですけれども、25,058円とか。で、その中で X、X プロ S と、この J っていうモデルですね。J が、これちょっとどのモデルかっていうのが、はっきりとわからないんですけれども、これだけ20%オフになっています。で、X プロ S は、ハンドルが折りたためて、下がネジ式になっている、今ですと、あの X、X ウルトラが、 えー、その時に出てるんですけど、その前のモデルですね。私が持ってるモデルです。でこの、えー、ミルはミドルレンジにして、えー、このお値段で使えて、すごくですね、あの、満足感のミルです。なので、まあ、17,984円というところで、まあどうですかね、X p r o S。まあ、ここ行くのであれば正直タイムは行ってもいいかなって思っちゃう時もあるんですけれども、まあ、イージープレストさんでぜひゲットしてみたいという方、もしいたらここチェックっていう感じですね。 では次、タイムオア行ってみたいと思います。タイムオアは、イージプレゼンルも割引率高いです。で、この S3 ですね。ちょっと前、かなり話題になって、売り切れも続出したモデルなんですけれども、もう20%オフで買うことができます。で、さらに、ここにクーパン5%オフの適用ってあるんですよ。なので、二重で安くなってくる感じになりますかね。一応ですね、18,240円。 かなり安く買えると思います。で、このモデルは上クリックモデルで S3、えー、フラグシップモデルになってるんですけれども、これとは別に X ライトってあるんですよ。で、今色がですね、2色あります。この緑と黒と。で、この X ライト13,584円で20%買えるんですね。で、さらに5%フクーポン提供できると。こっちめっちゃおすすめです、正直。 S3 もね、あの、外クリックでめちゃくちゃいいんですけれども、そっちの役目だったら全然イージープレッサーに振っていいかなっていう。で、この、えー、X ライトに関しては、もう好き嫌いこれあると思うんですけど、私実はタイムは中で一番使ってるミルなんですよ。で、弾くとわかるんですけれども、まあ引きがもちろんいいです。で、チャフがですね、めちゃくちゃでかく下に残るんですよ。で、これは S3 と比べても全く気にならないぐらいでかく残ります。 それをふっと吹くと、チャフがない状態でコーヒー入れることができる。この X ライトですね。デザイン好き嫌い病院にあるっぽいんですけれども、私は一番使ってます。タイムワンの中で。なので、これはすごくおすすめです。他にも C3 Max Pro と C3 S の Max Pro ですね。ここも27%、25%オフ。このタイムワンのシリーズだとですね、圧倒的に安くなってます。 このモデルですね。この C3S Max Pro。ここですね。圧倒的に安くなっています。まあ私だったらまあ1000円多く出して、えー、C3S 買っちゃうかなっていう感じですね。以前にですね、比較出してるんですけれども、S のモデルは少しだけ滑り止めつぎたりとかして、利ス性増してます。あとですね、ナノ3。このモデルもすごく人気あるモデルで、ちっちゃいコンパクトなモデルですね。こちらも20%オフという感じでございます。じゃあ次行きましょう。カリタさんですね。まあいろいろプライムかかっ で、ロトセットってやつがあるんですよでこれあの、陶器なんですよね。ロトっていう。で、陶器の三つ穴のサーバーもついてきて、フィルターもついてくるっていうセット。102ロトセット N ってあるんですけれども、これが安かったですね。11%オフなんですけれども、まあ、これ一つで初心者の方がコーヒー始めれるっていう意味ではすごくいいなって思いました。 ただですね、なんかこれと似たようなセットで、ハリオさんから出てるセットがありまして、これもですね、あの、アマゾンプライムかかってないんですけれども、すごく安かったんですよ。こちらは、え軽量のスプーンまでついて、1380円。で、プライムついてないのになぜかマイナス31%オフっていう、ね。で、4つ買うと5%オフってさらにオフ、まあ4つ買う人いないですかね。でも1380円というですね、えー、なぜかあったときに安いというような感じでしたね。 私だったらこっち買っちゃうかなって思うんですけれども、まあお好きな方、まあフィルターの形ですね。好きな方で選んでもらうのがいいのかなと思います。あと同性のコーヒーポットが安かったですね。で今回のポイントとしてはやっぱメイドインジャパンの企業のものに関しては加工位置安いみたいなものもあります。 で海外系よりも日本系の方が今回やっぱ強いっていう感じですね。で、カリタのこの、え製同性ポット6710円に関しては、多分今までで一番安いんじゃないかなと思います。まあこういうね、ちょっとトラディショナルなモデル、えー、好きな人はぜひゲットしてみてください。じゃ次ですね。MHW3 ボンバー。 こちら、エスプレッソタンパー。これね、あのね、手厚タンパーでめっちゃ便利なんですよ。うちの店もこれ使ってるんですけれども、押しすぎない感じでこいけると。誰でも同じ圧で押せるっていうタンパーなんですよね。これすごく使いやすいです。で、デザインもスタイリッシュですし、ちょっと高いんですよね。だからそこがちょっとって思ってたんですけど、マイナス25%。で、この他にもディストリビューターとか、ポルターフィルターとか、ね、いろんなものがプライム先行セールかかってて、すべてですね、25%オフでした。 これなんか、あんまりなんか安くなるイメージもないので、まあ、もし気になる方は、この際にゲットしておいてもいいんじゃないかなと思います。で、タンパとかポルターフィルターのサイズがですね、いろいろありますので、まあ、これだけ気をつけてもらって、買ってもらうのがいいのかなと思います。じゃ、最後、5つ目、キングラインダー。キングラインダーはですね、それぞれプライムセールかかってます。16%で1万3000円ですね。この他にも、K4 も、K2 も、K0 とかも、 すべてプライムーセールかかってたと思います。まあ16%で、まあもともと安いミルなんで、まあ十分安いっていう感じですね。で、ここに関しては、え、まあこれもやっぱり最安ではないかなっていう感じですね。まあ参考までにという感じで、え、5つ上げさせてもらいました。で、この他にももうちょっと廉価なミルであったりとか、あとですね、UCC のあのコーヒーの、こう、 カツンとこ入れるだけのタイプのやつとかあるじゃないですか。あとはネスプレッソとか。まあああいうのも安くなってたりしたんですよ。なので、まあちょっとネットサーフィンしつつ欲しいなって思うものをポチるっていうのは結構楽しかったので、えー、ぜひやってみるといいのかなと思います。で、これから私はですね、いくつか買っていこうかなと思ってます。今ですね、私個人的にプライムで先行セールかかってるもので欲しいなと思ってるものがありまして、あの羊のいらない枕ってあるんですよ。 それが、なんかいいらしいって噂を聞いてて、なんか1万から2万とかする枕なんですけど、これもですね、なんかプライムかかってたんですよね。なんか自虐してるみたいですけどね。こなんかすごくないですかこの。独特なんか 3D プリンターで作ったみたいな枕ですよね。これが20%オフで、プライム先行性かかってます。で、なんかいろんなこう構造のものもあって、これもすべて25%、23%、20%オフと。 なっております。まあ、ちょっと私、これ、買いたいかなと思ってますね。コーヒー器具もなんかたくさん持ってるんで、なんかそっちの方とか、あとなんかあの、モニター欲しいなとかって、まあ、いろいろあったりするんで、家電とかやっぱ強いですね、プライムで。でまあ、いろいろ見てみると面白いのかなと思います。 じゃあ今日はこんなところで、えー、プライムデー先行セール見ていきました。プライムデーの本線の方でもまた動画作りたいと思うんですけれども、その時はまあ時間もあるのでもうちょっと分析したりとか、えー、その日、えー、追加出たもの。まあ、ハリオさんがですね、まだまだなんか出てないんですよね。少し出てるんですけど、まあ、これからプライムデーにガンとこう、去年はね、めちゃくちゃいい感じで出たんですよね。出てくれるかなと思うので、そのあたりもまた新しいこと分かりましたら動画にしていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。 今日はこの間に終わりにしたいと思います。またね。